2018年6月14日14時30分6月7日、警視庁。捜査一課長シーズン3、テレビ朝日系の第9話が放送。笹川武刑事部長、本田博太郎、67、の登場し。が、今回も視聴者に大受けだったようだ。捜索は、平刑事から捜査一課長にまでのし上がった。大岩純一、内藤剛、63、が主人公の刑事ドラマ。大岩一課長が、警視庁捜査一課の400名以上の、精鋭刑事を統率して、事件解決に挑む物語だ。捜査一課のメンバーが捜査を進める合間には、第2話の上、司に当たる笹川刑事部長が激励のためにたびたび登場。いかにも、堅物、な笹川刑事部長だが、見た目とは裏腹に、毎回コミカルなシーンが書かれ、話題になっていた。今回、笹川刑事部長は、大岩が警視庁の絵、エレベーターに乗ろうとした時に登場。エレベーターのドアが開くと、中から笹川刑事部長が現れ、降り、と叫びながら、市内を振りかざして大岩に襲いかかる。間一髪で市内を避けた大岩に、笹川刑事部長は、ま、まだまだ暇あり、大岩純一捜査一課長、と一言。大岩が、なぜ市内を、と尋ねると、今度な、警視庁の剣道大会がある、と理由を明かす。さらに、全国警察剣道選手権大会で準優勝したこともあってな、と嬉しそうに話す笹川刑事部長は、その場で素振りを披露。すると、隠し持っていた剣道のルールブックが床にポトリ。